こんにちは、ひよんです。今回はですね、こちら、じゃらーん、スイート6月号に入ってるこのスナイデルのパレットを使ってちょっとメイクをしてみたいと思います。挑戦って感じなんですけど、今回この雑誌の付録を使ってメイクするのは、こういう風に紹介するのは初めて。ちょっと今まだ開けてない状態なので、ちょっと早速始めていきたいと思います。おう、はい、お、あ、お、すごい。え、てかめちゃめちゃ豪華じゃない？これこんなに大きい。なんかこういうゲームありましたよね、こういうの。なんだっけ、そのぐらい大きい。 DS？ わかんないけど、色もすごい可愛いですね。で、中を開けてみると、わー、普通にものすごく豪華。すごい、めっちゃ豪華ですね。マスカラ1本、アイ&ブローカラー6種、フェイスカラー、チーク&リップ、ブラシが3つついてて、この大きい鏡ってことですね。鏡が大きいからすごいメイクしやすいと思う、これ。すごい、最近の付録はもうこんなんまでなっちゃったんですね。はい、つべこべまずね、始めますか。つべこべすっごいたくさんいたんですけど、いい、まず今ベースは塗ってる状態なので、このまま始めちゃうんですけど、とりあえずこの色を使ってアイブロウをかけます。これブラシ入っててこういう感じで筆状になってるので、わあ、すごい真のブラウンって感じ。なんかアッシュとかそういうんじゃなくて、もう本当のブラウン。結構発色もいいですね。こんなにいいんだ、普通にいけるじゃん。でも発色がいい分、この眉頭に結構塗ってしまうと色が濃くなっちゃうかも。だからちょっと眉頭の方はぼかしつつ、すごいナチュラルな眉毛が完成してます。じゃあアイシャドウに行くので、とりあえずまつげを上げます。てかね、結構家に出るまでに時間があんまりなくて、あと30分ぐらいで出なきゃいけない。で、色がめっちゃ可愛いんですけど、ちょっとベースになるこの真ん中の色を塗っていきます。あ、クリームなんだ。ツヤ感が出そう、すごく。あんまり色味はつかないんですかね。もうほんとヌーディーって感じ。ツヤ感が出るだけですね、これは。わかる。ブラウンも気になるので、これを目尻の方ちょっとだけ。結構クリーム感がすごいです。リップみたいに柔らかいし、ツヤツヤって感じ。手でこうやってぼかすだけですごい馴染むけど、なんかちょっとよれそうなのが怖いですね。でも色目はすっごい可愛いです、ほら。そしたらこれはパウダーですね。キラキラシャドウを、すごいラメ感、わー、黒目の上にちょっとだけ。すごい可愛いんですけど、なんかこの最初にクリーム系を塗ってるから、パウダーがちょっとクリームと馴染んで、それこそクリームシャドウみたいになってて、この白いキラキラのまぶたへの密着度がすごい。普通に可愛いんですけど。そしたらこの、涙袋の方にはこの白のシャドウを、でも割と色が白いのでたくさんつけると昔のギャルみたいになっちゃうかも。だからほんと薄く塗った方が可愛いかもしれないです。ラインがないので、この茶色をそのままこのブラシでちょっと長めに引いて、でパウダーで作るときはもう手でシュシュシュってやると伸びてラインみたいになってくれるので、薄く少しだけつけて手で伸ばしてラインみたいにする。結構一気につけちゃうと伸びても範囲が広がっちゃうので、かするみたいに伸ばして手でぼかす。いい感じのマスカラですね。すごい茶色のマスカラが可愛さそう。ちょっとなんかニュアンスっぽい顔になりそうです。マスカラはまあなんだ、なんかめっちゃ発色いいというよりはダマにはならないですね。普通にボリュームっていうよりも色をなんかほのかにつけてあげる感じ。チークはなんか全体的にブラウンとかで優しい感じなので、それに合うようになんか赤ではない気がする。ちょっとでも発色一回見てみますね。
あでも結構ほんのりいい感じに発色してくれる。なんかそんな濃いわけじゃないけど、それこそリップ&チークって感じで、唇にはちょうど良さそうですね。この H がどんなメイクにも合うピンクベージュチークって書いてあるので、ちょっと今日はこれを使わせていただきます。確かになんかベージュ系で統一して馴染みそうですね。結構次にこのブラシにつけてもらって、一回ティッシュでちょっとなじませた方がいいかも。ブラシが小さいから発色いい。めっちゃすぐつく色が。これもつけすぎ注意ですね。うん、こんな感じ。ちょっと濃いね、濃くなっちゃいます。だからこうティッシュでやって、この横にあるさらっと毛穴も隠してくれるみたいな。まあよれないように T ゾーンもちょっと塗ってあげるといいかも。おお、いい感じ。そしたら最後にリップなんですけど、この色にしてみようかな。こっちがこっちでもいいと思ってた。どっちがいいの。茶色の方はこういう色です。でもなんかすごい大人っぽくて可愛さそうだし、ローズピンクの色は、あーこんな感じか。どっちがいいんだろう。ちょっと大人っぽくするためにこの上の方塗ってみようかな。全体に塗るようになんかポンポンって、いい感じなんじゃない？うん、いい感じ。可愛くできた気がする。時間も大丈夫。なんか思ったよりそんな暗い色じゃなくて可愛いかも。ってことで、あっという間にメイクの完成です。うん、思ったよりなんかちゃんと仕上がってる気がするんですけど。ベース塗っちゃえばこれだけで全部完成するっていう。はい、って感じで、ちょっと今日は時間がないので髪の毛をもう後で帽子かぶってしまうと思うんですけど、ピアンの付録メイクの挑戦でした。結構付録も舐めたもんじゃないですねみんなもよかったら使ってみてください。